おはようございます、こんにちは、こんばんは。どれに当てはまるか分かりませんが、YouTube もしくはアメブロから見てくださってる方々、どうもありがとうございます。初めての方はもしよければよろしければ前の動画などを見てくださると、まあ、流れが大体つかめるんじゃないかなと思います。そしていつも見てくださってる方、ありがとうございます。さて今回この動画なんですが、この動画はアンケート動画です。アンケートというのが2つありまして、1つはクロノトリガーです。でこの先に進むとマルチイベントが出てくると思うんです。思うんですっていうか出てくるんですよ、まあ、例えば黒の夢とかロボのできたところみたいなところに行くとか、虹のかけらのイベントとかなどなどあると思うんですけど、その時に攻略する際ですね、装備がちょっとまあ今の現時点では初期装備縛りをしてるんですが、多分後半のボスなんて結構辛いと思うんですよ。まあそれは確かに辛いのはもともとなんですが、でも今まではまあなんとかなってきたんですよ。まあでもギガガイア戦は吸収装備をさせてもらいましたが、それでですね、そのアンケートっていうのがこの先まだ縛っていくか、それか縛りは縛りでもなんか場所固定の縛りにするとか、まあ、縛り方はまあいろいろなんですが、まあそれを聞こうかなと思いまして、それは確かに自分個人で決めちゃえばそれはそれで済むんですけど、やっぱり自分だったらなんか甘くなっちゃうっていう気がして、まあ、それだったら皆さんにアンケートを取って、ね、こうしたらいいんじゃないかなとか意見をいただけると平等な感じになると思っていいと思ったんで、アンケート取らせてもらうんですけど、まあ、例えば体と頭は固定でアクセサリーと武器は変えていいとか、武器と頭は変えていいけどアクセサリーと体はダメとか、まあその固定っていうかまあいろいろ縛り方はあるんですけど、そういう風に、まあ、それかまあ単純に縛りを解除する、いやでも縛りを解除すると、まあ、レベルは上げないんであれなんですけど、普通な感じになっちゃうかなと思って、それはさすがにしない方がいいかなと思うんですよね。まあでも、まあ、それは皆さんの意見で左右されることなのであれなんですけど、はい、だから皆さんの意見を聞きたいなと思います。で皆さんで参加していただけるとなんかみんなでやってるって感じになって自分的には楽しいんですよね。まあもちろんプレイしているのは自分なんですが、まあ、こういう風のにも付き合っていただけたらすごく嬉しいなって思います。だからちょっと考えてみていただけませんか。まあ、それは一つ目です。二つ目、まあ、これもアンケートなんですが、まあ、クロノと並行に何か RPGかなんかをやっていこうかなと思います。スーファミ限定 でそれでその、まあ、並行にとは言うものの、それがまあ終わった、クロノトリガーが終わったとかどっちかにするんですけど、まあ、それでですね、その RPG じゃなくてもいいんですが、まあ、なんか面白いのとかなんかこれだったら実況できるんじゃないって思ったものを教えてください。まあ実況できるものっていうか、まあ自分がやってこれ楽しかったよっていうゲームですね。で
そういうのも教えていただいて次のゲームを決めたいなと思います。なんか自分、まあすごい参加型になってしまってますが、やっぱりみんなでこれもね決めた方が楽しいんじゃないかなと思います。まあ、少しでも輪が広がったらなって思いますけどね、自分の、まあ、皆さんの輪もね、こういう会話コメントしていく中でその広がればいいなと思います。ですのでちょっと助言を出さると嬉しいです。嬉しいですばっかりです、すいません、こんな注文多い部主で申し訳ない。ということでね、この2つのアンケートを取らせていただきたいと思います。期間はそうですね、このアンケートブログを上げてからまあ3、4日ぐらい撮りたいと思います。その間にも、いや、その間にはないな、まあ分かんないけど、まあブログを上げたいと思うんですが、はい、まあその時にもまあリンクで全部貼っていきたいと思います。まあ、もしよろしければどんな方でも意見をいただけるといいなと思います。では今回はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。